こんにちは。インタビュアーのあずりんです。おっとりオンライン企業コンサルタントの久保田久之です。今日はおっとりオンライン企業5日間オンラインセミナーの無料登録をしていただくともらえる SNS 女性企業マニュアルについてのお話ですね。はい、そうですね、はい、こちらですね、おっとりオンライン企業5日間オンラインセミナー、いわゆるメルマガですね、無料のメルマガ登録していただきますと、うん、5つの特典がつくんですけれども、はい、そのうちの1つ、これがですね、なんとスペシャル特典112ページに及ぶ SNS 企業マニュアルというふうになっております。112ページってめっちゃ大作ですね。そうなんです。どういうことですか？無料の特典の域超えてるんですか？はい、本当超えてますよね。頑張って作りました。その SNS 女性企業マニュアルってどんな方に向けてのものなんでしょうか？そうですね、こちらは実績なしにゼロからでも起業したい方に向けて SNS 企業のですね、やり方ですね、それを難しい言葉を使わずに優しくですね、解説しているものになっております。具体的にどんなことを書いていらっしゃるんですか？ちょっと教えていただけませんか？いろんなこと書いてあるんですけども、はい、メインとなってますのが8つのレッスンが、ステップになってるんですね、はい、まず1つ目なんですけども、はい、やることステップを整理しております。何をやったらいいのって、やっぱりね、頭の中がパニックだったり、起業したいんだけど、まずは何から手をつけていってはいいの、そこがね、一番最初に思うところだと思いますので、まずはやることを整理しましょう。で、2つ目の章がですね、何のためにやるかを整理、起業してその後の、目的といいますか、ゴールの話ですよね。で、3つ目がですね、ターゲットを整理、これはですね、誰に向けて発信するのか、誰に向けて物を売っていくのか、そのターゲットについての整理の仕方ですね。で、4つ目がですね、売り物を整理、これはですね、商品作りについてのお話になりますね。どんなサービスを作っていくのか、これについてのお話になります。で、5つ目はですね、どうやって売るかを整理、サービスメニューができたと、じゃあそれをどうやって売ればいいのっていうような話になります。6つ目、発信力を鍛える、発信力の鍛え方、ライティングの話ですね。これをですね、詳しいんですけども、優しく解説しておりますので、誰もがね、ブログですとかメルマガとか書けるようになっているということですね。で、7つ目はですね、販売力を鍛える、セールスの話です。やっぱりどうしてもね、女性ですと、多くの方が苦手、セールスが苦手っていう方が多いんですよね。それを優しくですね、誰もがセールスができるようになる、そのやり方ですね、レッスンという形で書かせていただいております。で、8つ目なんですけども、コミュニティを育てる、ちょっと番外編的なものになるんですけども、コミュニティを作りたい場合、どうやってコミュニティを作ったらいいの、で、基本的なそのコミュニティの話も書かせていただいております。この8つのステップに分けたレッスン、これがメインとなっていますね。すごいですね、8つ目が久保田さんお得意のコミュニティの育てる方法と、 それ以外は整頓、整理の仕方、はい、あと鍛えるっていうことなんですけど、優しく鍛えるんですよね。はい、それこそ発信力と販売力を優しく鍛え上げるっていう、そうですね、そういった8個の特典ですね、はい、そうですね、はい、この SNS 女性起業マニュアルっていうのは、もう今現在起業されている女性にとっても参考になったりしますか？そうですね、すでにですね、起業している方にとっても参考になるところは多いと思います。ゼロからね、始める方向けではあるんですけども、全員すでに、ね、起業している方からすれば、じゃあもうそこは 初心者向けなので私はいいんやってことではなくて、改めて起業している方でもですね、読んでいただくと、あ、なるほど、そういうことなのねですとか、はい、あ、そっか、私はここが足りてなかったなとか、それも分かりますので、はい、起業して何年経っている方であってもですね、ぜひね、読んでいただくと新しい発見があるかと思います。ありそうです。このおっとりオンライン企業5日間オンラインセミナーの無料特典ということなんですが、 SNS 女性企業マニュアルの他に何かあるって聞いたんですけど。はい、そうですね、まずはですね、その SNS 女性企業マニュアルが、目玉商品、目玉特典か、目玉特典になってるんですけども、それ以外にですね、4つの特典があります。改善点が丸ばかり、企業準備、もしくはですね、企業レベルチェックシートというのがありまして、チェック方式になってるんですね。で、それをチェックしていくと、あ、自分ここ足りてないなとか、自分ここができてないなっていうのが分かる、そんなね、レベルチェックシート、便利、はい、そうなんですよ。これをですね、
企業準備向けの方と起業している方向け、これ2種類用意しております。2つも。はい。で、これですね、Excel ファイルとあと PDF ファイル両方用意しておりますので、はい、どちらか印刷していただいてチェックしていただければできます。はい。それがですね、2つ目の特典ですね。はい。で、3つ目の特典はですね、動画でですね、これあずみんと一緒にね、撮った動画ですね。はい。企業も人生も楽になる3つの捨てるべきもの、はい、これめっちゃ面白かったですよ ね本当に、はい、そうなんですよ。3つの捨てるべきものこれ ね確かにもうこの捨て方でポイントありますよね。これですね、動画で見れるようなテーマになっておりますので、はい、ぜひ見ていただきたい、はい、楽しみにしておりますね、はい、で4つ目の特典はですね、自信を持ってセールストークできる5つの心構えということですね。やっぱりね、セールス苦手な方も多いと思いますので、うん、そのセールスをするときにですね、5つの心構えというのがありまして、うん、それを読んでいただきますと、怖くなくなるということですね、うん。自信が持てますね。そうですね、うん。そして5つ目の特典なんですけども、集客の前に考えておきたい5つのチェック事項ということで、うん、集客も苦手っていう方も多いんですよね。はい。で、そのときにですね、集客をする前にですね、5つのチェック事項がありますので、そのチェックしていただくと、楽にというかですね、集客のコツが分かる、まあ、そんな資料になっております、はい、以上の5つの特典がもらえるということになっておりますね。SNS の適用マニュアルの特典だけでも十分お腹いっぱい112ページなのにまたさらにプラス4つあるんですね。はい、5つの、ね、特典がありますので、はい、これをですね、見ながらメルマガも読んでいただきますと、より深くですね、企業のノウハウですとか、うん、マインド面をですね、見渡るという、まあ、そんな、ね、特典になっておりますので、うん、ぜひゲットしていただければと思っております。そのせっかくメルマガを登録してくださった方のためにここまで特典を用意してくださるのはもう全然見たことがないんですけど、なんでそんな大サービスをしてくださるんですか？はい、そうですね、はい、最初はですね、こんなに多くなかったんですよ。最初は特典4つぐらいだったんですけども、やっぱりお客さんと接するごとに、はい、こんな特典もあったらいいんじゃないかと思って、はい、企業マニュアルを作ったんですね。企業チェックシートみたいなのがあればいいんじゃないかと思ったり、うん、この間ね、アズミと動画を撮りましたけど、はい、動画で伝えた方がより伝わるんじゃないかと、まあ、そんな感じでどんどんバージョンアップしていきます。なるほど、じゃあ今めっちゃお得ってことですね。そうなんですよ、はい、なんかお客様のニーズに応えてどんどんアップデートで進化してこんな盛りだくさんになったっていう。そうですね。しかもですね、ここで一つお知らせなんですけども、はい、じゃあ過去にね、登録した人はその新しい特典をもらいたい、でもじゃあその場合は1回解除してまた登録する、それだと面倒じゃないですか。確かに。なので既存のメルマガユーザーさんにもその新しい特典は随時プレゼントさせてもらってるんですよ。じゃあ良かったです。はい、ちょっとアップデートされてどんどん増えていくんだなと思ったら、うん、あと 1,2 年経って登録しちゃったなって、はいはい、思ったりもしたんですけど、はい、基本ね、はい、どんな風に特典がもらえるかと言いますと、はい、登録していただきますと、うん、5日間自動的にメールが届きます、うん、でその5日目の記事の最後にですね、ダウンロードの URL が貼っておりますので、はい、ダウンロードしていただいたり、はい、動画が視聴できるようになっております。はい、今後もプレゼントが増えたらお知らせが来てダウンロードできるっていう。そうですね。はい、そうですね。で、まあ5日間の自動でメールが届いたら、その後週に5回ぐらいですね、はい、メルマガを配信しておりますので、はい、で最新の特典が増えたら、その段階でメルマガユーザーの方にもここから URL をクリックしていただきますと最新の特典がもらえますというようなご案内をしているんです。良かったです。これで安心して申し込みます。はい、ね、なので、メルマガユーザーでずっといただければ、はい、常に最新特典がどん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 もらえると。はい、すごいです。そんな風になってます。ね、じゃあもうぜひこれから起業を目指す方っていうのはもちろんですけど、もうすでに起業されている方もですね、もう今すぐおっとりオンライン起業5日間オンラインセミナーを申し込んで、今までの情報と新たな最新情報をゲットして、はい、5大特典ですが、まあ、いつの間にか10大特典になってるかもしれないっていう、これは期待大です。そうですね、はい、山田さん、特典について教えてくださって本当にありがとうございます。皆さんもぜひおっとりオンライン企業5日間オンラインセミナーの無料登録をして5大特典をゲットしてください。以上、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。